はあ、私まで付き合わされるなんて聞いてなかったわよ。その割にはうまくいったじゃない、なおちゃん。だからあんた誰？舞ちゃん。ははやっぱり時葉舞ちゃんだね。何あんたら知り合い？高いところ好き者同士の？違う違う、彼女は学園が集めようとしている巫女の一人さ。巫女？超能力者じゃないの？超能力者の一種かもしれないけど、かなり特殊な存在かな。星の宮が欲しがっているのは本当はそっちなのさ。何か怪しい目的のためにね。でもそれを嫌って逃げ出した子もいるね、舞ちゃん。はい。へえ、この学園の裏について私より詳しいってのが気に食わないね。そこの舞って人、その巫女とやらの話をもっと話さない？私急いでるんだ。さよなら。久我さん、今何か高いとこからはいって声が。放っておけ、同じ声でもこっちの方が重要だ。行くぞ。ちょっと待ってくださいよ。この近くのはずなんだ。探すのは女子生徒だ。何かひどい目にあって。ひどい目って、例えば木からぶら下がっているとか？そうだな。落ち着け、首吊りじゃない。あ、本当だ。エゾマツの大きな木の枝から後頭部の制服を着た女子がぶら下がっていた。それも逆さ吊り、あられもない姿で。ちょうど私たちが下までたどり着いた時、あれ消えちゃいましたよ、彼女。テレポートだ。キヨネは瞬間移動の能力を持っている。しかし謎だな。そんな力がありながら、なぜあんな目に遭わされた？意識を失わされていたら、いくらテレポーターでも逃げられませんよ、久我さん。いや、シオン、来ていたか。意識を、確かにそうだな。近くの木の後ろから、一人の女子生徒が姿を現した。ショートヘアにメガネというクールそうな顔。でも、私は一目で分かったんだ。紹介しよう。こっちは、神楽真世さんですね。昨日転入してきた。なんだ、知っていたのか？この学園は、一種の閉鎖空間ですから。ましてや、私たちの能力を考えれば当然の。分かった、分かった。じゃあ、こっちだ。この硬そうなのは、シオンちゃん！はい？確かに私の名はシオンですが、あなたとは面識がないはず。ほら、やっぱりシオンちゃんだ。シオンちゃんはメガネをずらし、目を細めた。よほど焦点が合わないのか、じりじりと顔を近づけてくる。来る。来た。ば！何をしているんだお前たちは！女同士でキスするなんて変態か！変態なんてひどいですよ。私たちこんなことは何十回としていますから。何十回だと？あと捕まえてきたカブトムシを服の中に入れたりとか。シオンちゃんすごい泣き虫で顔中ぐっちゃぐちゃにして。いや、そんなことをされたら大抵は泣きたくなると思うが。あ、ちょっと待て、それはいつの話だ？いつって子供の頃ですよ。4歳か5歳くらいの。そうか、はあ、そう言って久我さんは胸をなで下ろした。この人は毎日キスをしたり、下着の中にカブトムシを入れる女子高生でも想像していたのだろうか。すると二人は幼馴染ということか？違います。きっぱりと言い切ったな。当然です、私はこんな子なんか知りませんから。さっきマヨのことをよく知っているって言ったじゃない。それは昨日の事件のことを知っているということよ。あなた個人と面識があるわけではないわ。これから神楽マヨはとても馴れ馴れしいということは覚えておくけど。そんな。幼馴染というのは単なるあなたの勘違い、人違いでしょう。私の名は天王寺シオン。
珍しい名前だけど、日本には他にもいるはずよ。この春、岐阜から北海道に来たの。あなた同様、星の宮にスカウトされてね。へぇ？そういうわけだ。とんだ紹介になったが、話を元に戻すぞ。野々宮清音がやられた件だが、私がやってみましょう。そう言うとシオンちゃんは、さっき女子生徒がぶら下がっていた木の幹に手を当てた。何をしているんです？サイコメトリ。人や物体から情報を読み取るシオンの能力だ。へー、便利ですね。集中させろ。いいですよ、もう終わりましたから。犯人は運動部の人たちですね。さすがに早いな。運動部か。大方あの連中だろ、ゲスどもが。調子づかないうちに速攻で潰しておくか。あの、久我さん、話が見えないんですが。ああ、運動部というのはバスケとか野球とか剣道とか。そのくらいのことはわかります。あれ、でもなんでそんなのが。だから、ここも特殊とはいえ学校には違いないということだ。普通に授業で体育もあるし、部活だってある。でも、その運動部がなんで暴行みたいなことを。それに、潰すとかなんとか、物騒なんですけど。そうだな。手っ取り早く言うと、今は戦国時代みたいなものだ。あ？超能力者ってのは、世間の隅っこでコソコソしているだけの存在じゃない。この学園に来る前は、その力を使ってちっぽけな世界のはしゃき鳥の連中もいたわけだ。ここでもその延長気分の奴らがいたっておかしくないだろ？あはぁ。それに、人間は三人寄れば派閥が生まれるというしな。悲しいかな。その辺は我々も普通の人間と一緒ということだ。つまり、こういうことですか？さっき吊るされていた女子は、久我さんたちと同じグループで、犯人は運動部の人たち。久我さんたちは、これからその報復に乗り出すと。ご名答。ところで、久我さんたちのグループって何人いるんですか？それは…それは？よ、4人だ。4人！たったの？残念ながら、そうではないでしょうね。彼女、野々宮清音さんは、おそらくもう戻ってはきませんよ。じゃあ、3人だ。3人って、久我さん、シオンちゃん…これからは数ではなく、一騎当選の質で行く。清音はパンツを見られたくらいで逃げる根性なしだったが、ここにいる神楽真世などはパンツどころか。私は下から見ていたからな。さっきの階段でのシーンを思い出し、私の顔から大量の汗がタラタラと流れ出した。あの久我さんの位置から見えるはずはないんだけど、すっかりペースを握られている。どうだ、状況は飲み込めたか？あまり飲み込みたくありません。久我さんのザレ事はともかく、神楽さんも無関係ではないのですよ。シオンちゃんまで。私は昨日転入してきたばかりなのに。ちゃんづけは結構。いいですか、確かに久我さんの言うように、この学園の生徒たちは強力な力を持った人間を中心に戦国時代みたいだった時期があるようです。この2年ほどは落ち着いていますが、どうやらそれは生徒会が大きな役割を果たしているからです。正確には生徒会にいる一人の力ですけど。一人？それって。そう、藤野しずるさんです。彼女が入学した早々、やはり戦国時代に例えるなら関ヶ原の合戦のようなものがあったようですね。勝利者となった彼女は1年生ながら高等部の生徒会長に就任し、現在に至ると。すごーい、さすが。しかし、天下太平な江戸時代もわずか2年で終わって黒船が来たということです。神楽真世という名の黒船が。なんか話が大ごとに。え、なんで私が黒船に。何もしていませんよ、私は。ペリー提督なんか会ったこともないし。ペリー提督はともかく、問題はその手帳ですよ。会長が切ろうとして切れなかった。はぁ？ありの一血から堤防も崩れると言います。これまでやることなすこと、すべて完璧だった藤野会長が見せた
ただ一つの隙。それに学園中が敏感に反応している。敏感すぎる。お前がこの事態の元凶だったんだ。観念して責任を取れ。それで久我さんの一派に入れと？一派というほどの人数ではないがな。私は反対です。何？シオンちゃん。だから、ちゃんはつけなくて結構。私は神楽さんを仲間に入れることに反対します。どうして？私がいきなりキスしたから？それもあるけど。第一、あなた、久我さんに引っ張られてきただけで、仲間になるつもりなんかなかったはずでしょ？それは、確かに。でも、面と向かって反対されるのも、なんか尺を。なあ、シオン。他に反対する理由はあるんだろうな。ありますが、今ここで説明している余裕はなさそうです。囲まれていますよ。シオンちゃんの言う通り、周りにある木や銅像の後ろに、人の気配があった。10人近くいるだろうか。そのうちの一人、剣道の竹刀を持った男子が前に現れた。武田、やはりお前か。久しぶりだな、久我。何が久しぶりだ。よくも清音をあんな目に遭わせてくれたな。かわいそうだが、全てはお前を誘い出すためだ。なんだと？見たところ、仲間割れをしていたようだが、ますます都合がいい。表記は我にあり。やれやれ。くが、今日こそ俺たちは雄を決するぞ。いや、別にメスとオスという意味ではなく、なんというか、俺はお前が。うるさい、黙らんか。うわ、血は喧嘩みたい。これも向こうの作戦なの？いや、そんな立派なものじゃないわ。ただの天然よ、この人たち。お前たち何を話している？デイモンドームよ、モノドモ。主力は後ろの4人、木の上にも2人います。分かった。おおおお、気絶しているだけだ。安心してかかってこい。おお、おのれ。すごい早打ち。久我さんは銃を出すと、ろくに狙いもつけずに撃って木の上の相手を落としたの。さっき念を弾丸のように飛ばすと言っていたけど、威力も弾道も自由自在みたい。あっという間に4人をやっつけた。でも何？今の俺には通用せん。なんてめちゃくちゃなの。武田という人は持っていた竹刀で久我さんの弾を全部弾き返してしまった。俺が生み出したサイキック拳法は無敵だ。久我さん、手出し無用だ。仲間でない者に危ない真似はさせられん。スキャリ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 。すごい迫力。この人、単に超能力だけじゃなく、久我さんに対する異様な執念を感じる。ひょっとしてこのまま久我さんが押し切られるのではと思った時、こらー、そこまでよ。学園の痴漢を乱す者は許さないわ。鈴しろ。治安だよ、はるかちゃん。そして生徒会の特務は、引け、みんな引くな。逃がすか。待てー、はるかちゃん。さあ久我さん、私たちも。お前が呼んだのか、余計なこと。夏木、夏木はあらへんの？しずる、久しぶりどすな。退学になったんやないかと心配しとりましたんや。よく言う、その元凶を作ったのはお前だろうに。そんないけずな。夏木がおとなしゅううちの軍門に下ってくれはったら、あんな名にはいや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 言うのも好きなうちと言いますやろ。うるさい、知らない人間が聞いたら勘違いするだろうが。あ、神楽さんも言いはったんやね。ちょうどよろしいわ。昨日のお詫びにお茶でも誘おうかと思ってたんです。実家からわらび餅が送られてきたんやけど。わらび餅、私大好きなんですよ。あ、久我さんは？別に私に断る必要はないぞ。夏木も。消えるぞシオン。鈴代たちが戻ってきたら私たちも捕まるだろうからな。了解です。そう言って久我さんたちは消えてしまった。
残ったのは会長さんと私だけ。わらび餅には惹かれるけれど、何か複雑な気分。